いやー、何度やっても緊張するってね。頑張ります。緊張する。じゃあ今日一日頑張ってください。
疲れ様でした。なんとスループレーでした。全然分かってなく朝来たら18ホール一気にダーって回っちゃうプレーでお腹が空きました。決勝は予選よりもなんかこうさらにこう皆さんのレベルも高いので緊張感がさらにビシビシ感じました朝から、はい、では1番ホールから順にどんなゴルフだったか紹介していきたいと思います。1番ボギー6です。まあそんななんかショットが悪いって感じではなかったんですが、まあセカンド乗らずからの2パットです。はい、次2番ホールダボ。もうねここからパターのオンパレードが始まります。いつもパターそんなの、まあ、苦手じゃないんですけど、ここからこれ外から3パットしてダボにしました。次3番ホールボギーです。ミドルボギーです。で4番、ここでパーが来ます。やっとパー、ボギーダボボギーパー、これでボギーペースに戻します。でちょっと人安心とか思ったらまた3パットしダボになりました。ここにね字汚いんですけど、パターが悪すぎるから忍耐って書いてみました一応。でこっからちょっと気持ち切り替えて線書いてキーみたいな、そしたらワンパットで次入りました。4ですね、はい。で次ショート、これ結構いい感じに自分では攻めていけたショットで、これもパーでした。パーパーってきてちょっとリズムに乗ってきたなと思ったところでまたボギーで、最後の9番ホールも2オンしたのに3パットでボギー。なんと前半19パット、あーって感じですね。なんかもうほんとパターがもうなんか富士山からの目とグリーンの速さ、まあ、今日 10.5、まあ、10フィートって書いてあるんですけど実際 10.5 フィートぐらいあるんじゃないかと言われてたので、結構パターがほんとショットは結構良かったんですけどパターで苦戦しました。で折り返しお腹が空いてましたが頑張りました。また10番ホールいきなりねパー発進しました。でやっぱ前半の課題がパターだったのでパター集中していこうということで、次11番、これパーでした。パーパーってきました。やっぱパターだなと、ショットは結構ドライバーもフェアウェイ外さずっていうのは結構多かったんで、今日はパーパーできてよしこの感じだパターと思ってから3連続3パットが続きます。ボギーボギーボギーチンって感じですね。しかも1個は外からの、14番は外からの3パットですね。ここからまたちょっと締まってパター集中していこうと思って15番パーが来ました。で15番16番2パットでパーパー。いや今日1パットが本当前半1回しかないですし、はい、パーパーできて17番もこれいいショットでしたね。これもワンパットでパーでした。結構池絡みのショートが多くて、いつもはなんかいろんなこと考えてひるんじゃうんですけど、今日はしっかり池の上とかバンカーの上からバンカー逃げずに上から落とせたんで、ショートホールは結構自分なりにいいショットが打てました。で最後ボギー、外からアプローチミスして2パットでボギーで前半じゃないや後半は40で回れました。ですがパット数はなんと10、外から入れると入れないで18パット。つまり今日のラウンドは37パットしてんのかな。いやーパターですね。本当に今日のグリーンは難しかったです。ピンポジションも含め、もう奥につけたら3パットが確実だったんで、やっぱり標高もあるせいか
結構ピンより奥に行っちゃうことがショットでも多かったんで、その点が反省点だなと思いましたね。手前から攻めて下からのパターでしっかりカップやっていきたかったです。なんですが今日いいところはショットが本当に怖がらずに全部こう開いて閉じてっていう練習してた動きができたので、その点には満足しています。まあ、でもトータル84、まあ、試合ではなかなかね80台ギリギリ出せるかなと思ってたので、この結果には満足してます。あと今日一緒に回った女性の皆さん、すごく本当に見習いたいなと思う部分も多くて、その小技にしてもそのなんか動きにしてもゴルフのプレーにしてもすごくスマートで、なんか女子の選手権に今日はたくさん刺激と勉強させてもらった一日でした。ではまた、バイバイ。お疲れ様でした。帰っております。表彰式に、結構早めにね表彰式があったので表彰式に出まして、結果を聞いてまいりました。なんと10位入賞しました。ありがとうございます。いやー、10位入賞っていうことはつまりあのパネルに名前が載るということです。皆さんのねこう応援とか、なんかいいよ楽しんでくればいいんだよとか、今はスコアじゃないよとか、先生の言うこと信じてとか、すごく励みになりました。また来年女子の選手権がありますが、それでね一打でも一つのね順位でも上げれるように頑張りたいと思います。以上です。帰ります。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。